学力向上支援教員等による優れた授業をノーカットでお届けするシリーズ授業まるごと。第2回目は中村雅子教諭による大分市立下郡小学校6年算数の授業をお送りします。1数の計算とか、あの3年生の場合はあの割り算とか掛け算とか簡単な計算を即答えられるように訓練してます、うん、同じカードを少ない枚数で何回かやると繰り返してやるということで子どもたちはもう答えを覚えているというのもあると思います。あ、それでいいと思います。よろしくね。問題の形式が1問、名前を書いたら30秒です。あと25秒。一問テストが効果的です。今日あの一問テストしたのは教科書に載ってる前かその前ぐらいの全く同じ問題。基本的には前の時間の問題をやると子どもたちには解けてない場合には家で復習が足りないから家で復習しなさいって言ってます。そうすると、あ、家で復習すれば解けるんだっていうふうに分かるからですね、家で勉強するようになります。その勉強の仕方の視点が分かると思うんですよね。あの必ず授業でやったことをやりますので子どもたちは学校でやったことは出ると、だから家でノートを見直すというような習慣が少しずつできつつあるの で今日書いたノートは家で一回見るんですよ。で何かしら似た問題が出ると、そうするとそれが全部つながってますので、あの復習ということも身につくと。あと15、溶けた人は隣の人は何でなんか見なさい。隣が何を詰まっているのか。さあ、おまけの10。できた人は隣を見る。はい、やめ。いいかい。間に合わなかった人。はい、手を押す。では、マリナラさん、相談していいですか。答えを一つにします。急いで。今なら教えてもらっていいですか。どういう意味。10分の9。
해요. 끊을게요. 아, 이거 미안해.
はい、相談しなさい。どちらが正しい？どうぞ。ポイントは何かというと、最初は使わない、あと、こう酸素の言葉で言うと、あとからとか言わない、その後じゃなくて、まず使う、まず使って、それから酸素の言葉で言う。今日これね、いっぺんで3つ使わない、最初に何かを使って、次に何かを使う、それが難しい。じゃあまず最初に何を求める？はい、相談した。しっかりやらせてください。声出してください。まずは残りの穴の全部が56センチだから、まずは残りの水が入ってない部分を。あ、わかった。はい、そっから。はい、どうぞ。最初何ですか？はい、悩む人、悩むよね、分かってる人もいるかも。じゃあ1個の図を出す、3つ図を出すから、正しいものが分かればまず求めるものが分かります。3つあるから選ぶのがいい。選択肢が3つある。あえて悩ませると、今日も3つで選択させましたが、あれがやっぱり子どもたちには適度な壁になると思うんですよね。6年生ぐらいになったら、ただできるとか、ただ分かったでは、子どもたちに解決の面白さが伝わらないですね。でも適度な壁があって、悩むとか、もっと知りたいとか、ねえ分からないから教えてとかいうふうに思った時に、子供たちの実力が磨かれて、みんなで乗り越えようと思う。それってもすごく大切な力かと思います。はい、あなたのつぶやきどうぞ。どうぞ、つぶやきをします。もうちょっと情報が欲しい。もうちょっと欲しい。何が欲しい？少しね、数字。数字。ああ、ほぼ数字で答えが分かる。じゃあ単位だけ一緒に入れる。大体数直線で並んでるものは単位同じよね。単位だけをみんなで考えていく。そうすれば明らかにどれか落ちる。下は何？下は天気。ありがとう。ふありがとう。ふ落ちる。なぜ？はい。何？どれからそう思った？答え？文章の。そう、ダメで久しぶり。どの言葉か。そうそう。文章の、何分かかりますか？何分かかるか出すんだから。じゃあこれ何？入れてみる人。1と対応するのは何？四角。四角。いつも四角とは限らん。元にする量。元にする量と並ぶのは比べる量。比べる量と対応するのは割か。じゃあこの中の数字が。僕はもう筋合いだな。はい。やばい。ということ
これ何？もうダメ。もうダメって分かったし、よく分かったな。そしてもうダメ。初めてから3と4分の3に、四角のところに3分の3で、その上に高さ25センチ。今の分かった。だってこれがあるから、もう文章これ最初に読んだから入らんって言ったの。正解です。どっちなんです。どっちかです。はい、相談してください。いいやろ。わかんない。体を出したいです。あれやったら浮きやけん、ゆっくりより多いよって言って、まず合わないやろ。でいつ悩むのやったらあれしない。あがないとして、あがないけんもういいしかないです。声を出して話し合わなきゃダメです。しっかりあれ聞かせるやつに聞いてない、もう通いないやつだけ、あわらしいやつ。はい、やめる。じゃあ、はい、失敗は宝物なんで、間違うことは恥ずかしいことじゃないです。どれか必ず手を挙げます。あだと申した、いだと申した。なぜあが違うか、わけを言える人。当たったら困るし。あ、どうして。自分で説明するっていうのは大切なんです。わからなければ聞きなさい。相談しなさい。これ間違いです。これ正しい。なぜこれが違うのかというのは説明できない。時間1分あげるので説明できるようになりますけど、分からなければ分かる人に聞きなさい。できた子がよくあるのは、早く終わって待つという。それではなくて、早くできた子は分からない子に分かりやすく教えるっていう場が設定できるんですよね。そうするとできた子も余計に伸びてくると。 できない子は分かって感謝すると。でそこに人間関係というかコミュニケーションが生まれてですね、分からない子はありがとうという。そうすると分かった子は友達からありがとうって言ってもらったと、すごく嬉しかったと。でそうすることによって最終的には学級経営も変わってきます。案外悩んでる子を探すのも子どもたちうまいです。上手にアドバイスできます。教師主導で一対一で教えるよりも育てて、で学級の質を高めて、で分からないお子さんにはみんなで教えると。説明できます。減ってない。誰か挑戦できました。はい、3と4分の3はその深さが24センチと書いて、まあ、それです。はい、彼の素晴らしい発言。彼の発言を相談しなさい。キリっていうことは、もし時間がいっぱいだったら水もいっぱい増えるっていうことなんです。
残りが2つ。
恥ずかしいと思うから、しかも人がいる前で前に出るなんて勇気いりますよね。で、分からないことが恥ずかしいことじゃないっていうことを必ず前提で、間違うことは宝物だと、分からないこと恥ずかしいことじゃないと、分からないと言えるという、そういうことをこうスタート、子供たちにしっかり分からせておく。そうすることを何時間かしていくと、学級の中でみんなで解決するとか、失敗しても構わないと。そうすると子供たちは育ちますね。これはいいね。これこれ。もしかしたら。
大丈夫。
なんだ、公式いらんない。これちょっと食べてみるよ。これだけ見とくね。綺麗の考え方。四角。何？かけ？三と四分の三。三と三分の三はいくら？24。これ。わからないときは簡単な性質に置き換えるの。四角どうする？24。いよいよ56センチの水素を全部に仕掛けます。使う数字は1と何？四角と Thank you.
分かりやすいから。さあ、まとめて。
いい。その後に考えるのは、資格は何かということを考えることが気になります。そうすればどんな資格になるかというのが分かります。それが今日です。仮問題はじゃあ家でやってごらんとか、これ解けたらすごいよとか、その種まきですね、探究の種まきって、そういうこう気持ちをくすぐるっていうか、それもすごく大切なことかと思うんですよね。今日のプリントは空いた時間もしかやると、でやらないでも私ので宿題で忘れた頃に1週間後ぐらいに全く同じ問題を出します。この人たちは授業ではできなくてもどっかの場でやっていくと。授業によっては本当に探究問題でこの段階でまだ解けなくていいっていう問題を出すこともあるので、解かなくてもいいよと、解いたらすごいよっていうふうに本当に種まきだけで終わる場合もあります。解決的な学習と、だから教師主導ではなくて学級全体でみんなで伸びていくんだと、それから説明するとか話し合うとか相談するっていうことは、一人一人算数得意なお子さんもそうでないお子さんもみんなで問題解決していくという。で、ある時になるといい、自分で解くからっていうこともあるんですよ。で、子どもたちが分かりそうになんか、じゃあ答え言おうかって言ったら、いや僕たちで解きます、僕たちで解かせてください、それってすごいですよね。